って言います。ランナーはいないんですが、セットポジションのピッチャー木田、6球目数字が上がってこないという、そういう印象があります。この夏場フォークボールに向かっちゃう時がありますね。この近めの球なんです。145インと、これももう一つ上がってきません。ヒットが非常に少なくなってますね。フォークボールスイング負けしてますよね。力負けしてますね。石川さん安定していいというピッチャーじゃないですからね。やはり逮捕フォークボール、このテンポをどのくらい続けられるかが今日の期待の課題でしょうというふうに言ってましたね。なるほど、これはストレートの握り当然苦戦しております。2球目パ緩いカーブ、同じカーブをいいボールでインサイドボール、わずかに外れ打ち上げた、ショート上田キャンパスの後方、上空風がちょっとあれが掴んだ、その後転んだ、木田投手完封勝利です。2安打完封。